はいどうも、世界一ストイックな怠け者テッケテッケです。はい、ということで今回はちょっと遅くなりましたが、はい、こちら星の羅針盤のカプセルガチャのラインナップ、あと福神の釣り場の魚の池にある、まあ、SSR 副賞、はい、ここら辺いいキャラクターいるかどうか、まあ、もう残り1日しかありませんが駆け足で見ていきますか。はい、まずは福神の釣り場、エビちゃんのね魚屋さんですが、はい、この魚の池に SSR のカプセルが景品としてあって、まあ、5回160円払えば必ず SSR カプセルが落ちるとなっているんですが、今回のこの5名祝勇藩士上映宗神龍翔と、はい、ようなラインナップになっていますが、はい、結論から言うと今回の5名のラインナップに関してはそこまでおすすめ度がめちゃくちゃ高いキャラクターはいませんでした。はい、評価で言うと藩士と宗神が A ランクで、それを追っかけて上映と龍翔が C ランクで、祝勇が本来であれば S ランクなんですが今回に限り D ランクと、はい、いう結果となり、まあ、ちょっと祝勇が D ランクになっている理由としては、はい、今こちらスペシャル交換のベニヒスイ交換の部分に祝勇がベニヒスイでの交換をすることができて、まあ、わざわざエビちゃんのとこでお金払って課金してまでゲットしなくても無料で今ゲットできるチャンスがあるキャラクターになっていますので、はい、祝勇奥義とかめちゃくちゃ優秀なんですが、まあ、今回のラインナップからは評価としては外させていただいて D 評価とさせていただきます。はい、こちらベニヒスイの方残り2日間で終わって新たな11月のラインナップ、今百花美人の新書交換のところに並んでいるこのキャラクターたちに変わってしまうので、はい、延長されてたベニヒスイ交換も終わりになりますので、まあ、祝勇等奥義優秀なキャラクターだったり評価が高いキャラクター、先月の初めに1本動画、10月の新書交換の評価の動画1本上げてますので、改めてそちら見ていただければと思います。まあ、ていうかなんなら毎月こんな感じでこのベニヒスイと百花美人の新書交換ラインナップの変更するタイミング少しずらしてもらいたいですよね。そうすればこんな感じで見比べながらどっちから取るかみたいなことを判断する時間的猶予ができるんで、毎月このずらしやってほしいですね。はい、ということで祝勇がまずは脱落しましたが、はい、今回この評価を行っていく上で、まあ、いつも3つの評価をしてたんですが今回から4つ評価項目を作りました。はい、この SSR 副賞ちゃんたちの評価をどのようにつけたかっていうと、1つ目が新書交換ラインナップ、はい、こちらですね。この場所によく顔を出すかどうかっていうところ、はい、この1年間で何回来たかカウントしてみたら、藩士と宗神が、まあ、1回もこの1年で来ていないと。はい、とつて放置少女に原宝なんかを使わずにゲットできる機会だとなかなか顔を出してくれない2名になってますが、まあ、宗神なんかは1個一昔前のこの百花美人の限定ガチャのここのラインナップによく顔を出すキャラクターでしたので、まあ、ここに顔を出してるからこっちには顔を出さなくていいっていうような感じで、まあ、おそらくずっと来てなかったのかなと。はい、ことで、まあ、宗神の方はまた来てくれるかもしれませんが、藩士はもうなかなかね来ないキャラクターなんで、まずここで評価を上げたのが藩士と宗神。まあ、ジョエや龍翔なんかも1回しか来てないんで、まだまだレア度は高いんですが、この2名に関してはまだリリースされたばかりの SSR で比較的新しい副賞ちゃんになるので、まあ、今後まだまだ新書交換には並ぶかなってことで焦らなくていい2名ですね。まあ、奥義的にもスキル的にもそこまで優先度が高いものを持っていないってところで、まあ、今回は C 評価になっているってところですね。で、今回から新しく追加した評価項目が羅針盤ガチャの方によく顔を出すかどうかですが、はい、こちらに関しては逆に全く顔を出してなかった2名が、まあ、過去に1回ずつ羅針盤ガチャに顔を出していると、はい、こちらの星の羅針盤のSSR カプセルの方に顔を出す2名だということが分かりました。まあ、結構このゲームこっちの青岩石の絆の方は無料配布される機会が何かとあるので、まあ、星の羅針盤なんかも今後は原宝を使わずに無料でゲットできる機会の一つということで評価に加えたいと思います。はい、こうやって見比べてみるとこっちに来てるキャラクターはこっちに来てないみたいな面白い関係になってますよね。こういうの見つけるとちょっと気持ちよくなりますよね。はい、で奥義に関しては、まあ、祝勇めちゃくちゃ奥義優秀なんですが今回は除外してるので外すとして、はい、その次が藩士と宗神丸評価。まず藩士の方ですが、はい、HP 上限4万2000と、まあ、割とバカにならない数字で HP を上げてくれる奥義が1個あったり、こちらの下の方の防御力なんかはそこまで上がらない奥義ですね。今期値レベル ×30 とか、まあ、これも大した奥義ではありませんが、まあ、割と SSR だったり SR のみで解放しやすい奥義に絡んでおり、まあ、ちょっとこの真ん中のやつは長春化っていうキャラクターが課金しないとゲットできない SR キャラクターになっており、はい、ランクが低いのに6000円かかるっていうね、はい、なんとも小生意気なキャラクターになってますので、まあ、これは除外するとして、まあ、一番下の今期値と一番上の HP4 万2000、まあ、この HP が大きいですね。お手軽さとに絡んでいるキャラクターということで丸評価。もう一人宗神の方も UR の曹操と組んだ SSR3 体の防御力 6% と物理防御力 8% だったり、はい、同じく SSR2 体で防御力 3% と物理防御力 3% ととにかく防御を上げていくタイプの奥義に絡んでいるキャラクターということで、まあ、しかも解放難易度もかなり優しいということで、まあ、この2体が評価高いですね。で最後スキルですが、まあ、スキルの方は今回特にこれといって活躍できるスキルを持っているキャラクターはいませんでした。まあ、スキルの評価の仕方としては、まあ、SSR の副賞なんで投与した後育成弾だったり覚醒弾なんかはあまり使わない状態
で取ってすぐ活躍できるスキルを持ってるかどうかっていうところで基本的には判断してるんですが、まあ、ソジンに関してはスキル1で雷害状態に入ることができて、まあ、一撃で落ちてしまうかもしれませんが、その攻撃してきた相手に対してめまいを付与できる可能性があったりと、まあ、SSR で育ててないなりに一矢報いることができるキャラクターで、上映が資格になってるのは、はい、このキャラクター一応敵2名に対して流血を 100% の確率でつけることができるというような流血付与キャラクターになっているってところですね。まあ、ただ SSR で流血キャラクターたくさんいて、でしかも奥義にも絡んでるキャラクターがいたりとかっていう中で、まあ、上映はそんなに優先度は高くありませんね。はい、というような細かい評価をしていって、総合評価が、まあ、この中だとハンシかソジンがおすすめ度としては高いですね。レアであり奥義が優秀ってところに注目しました。はい、じゃあお次は星の羅針盤、こちらも駆け足で見ていきましょう。はい、まず今回 UR 戦ガチャの方に源の義経ちゃんが来ており、まあ、このキャラクターコブループというボスに対するハメ技のコンボに一役買っているキャラクターになるので、まあ、興味がある方は私のチャンネルの方でコブループっていう風に調べてもらえれば、源の義経ちゃんでどういう風にコブループするかっていう動画アップしてますので、はい、そちら見てみて、まあ、自分に合ってるなと思ったら狙ってみるのもありかもしれませんが、まあ、確率 20% でしか落ちないんで、他4体持ってないと確実ドロップは狙えないので、義経ちゃん MR アバカして普通のアバガチャの方にも並ぶようになってますんで、まあ、ここから焦って取る必要もないかなっていうようなところですかね。まあ重課金できる人はここから取るのもありかもしれませんが、はい、で UR カプセルの方も今回は高天下ねね超中継北条氏康長領と、はい、この5名に関しては今黄色い字で塗ってますが、こちらラッキースターガチャのラインナップですね。はい、ラッキースターガチャっていうのはこちらのガチャになりますね。はい、UR の副賞を5体どれか選んで絆のちょびだめをしていくことができるガチャになってますが、まあそのラッキースターガチャっていうのはもう今ラインナップがおそらくですが固定化されて、まあ、この11ラインナップの種類で今ちょうど呂布ちゃんのところ今1番目ですね。なんで高天下は今ちょうどガチャに並んでるところですが、はい、大体これ1周するのに3ヶ月かかるんで、まあ、3ヶ月に1回ずつ顔を出してくれて、その度に絆ちょびだめしていくっていうような感じで運用しているのがラッキースターラインナップになるんですが、まあ、そこに高天下だったり長領宇治安ねね長中継全員ラインナップとして顔を出してくれるキャラクターになってるので、まあ、レア度としてはそこまでレアなキャラクターたちではないんですが、まあ、ただこのラッキースターラインナップ一気に5名並ぶのでどうしても優先順位っていうのが出てきて、まあ、今回のメンツで言うと高天下のラインナップのところ、高天下以外の呂布ちゃんとか関羽芝生あたりが奥義めちゃくちゃ優秀なんで、基本こっちから絆貯めるように、まあ、更新情報なんかでは私もアドバイスしてたりして、でこの4番目の長領と長中継がいるとこもダッキーが蓄力のバッファーだったり、まあ、奥義もめちゃくちゃ優秀だし、芝生や今川吉本なんかも奥義が優秀で、長領や長中継、まあ、高天下もそうですが、あんまり奥義優秀じゃないんですよね。まあ、長領なんかはちょっとした知力値レベルかける15上がる奥義なんかに絡んでるので、まあ、あとナタ持ってるプレイヤーさんも結構多いと思うので、まあ、そういうプレイヤーさんにとっては体力も上がる奥義にも長領さえ取ってしまえば割と手軽に狙いに行くことができると。で長中継に関してはもう1個だけですね。 MP と会心値がわずかに上がる奥義で、高天下に関しては虹絡み奥義のみと、まあ、これもナタ持ってる人は HP5% はまあまあ美味しいですが、はい、ということで、まあ優先度が低い3体で、8番目のネネに関して もうこの上の3体が優先度が高いので、もう完全に後回しキャラクターですね。でネネ自体も虹絡みの奥義だったり MR 絡みの奥義と、ちょっと奥義の難易度が今回の5体の中でも高いキャラクターになっちゃってるんで、奥義がちょっと現実的じゃないんですよね。で最後宇治安ですが、宇治安はまあまあ奥義持っていて、はい、北条宇治安ちゃん HP9% 上がる奥義なんかに絡んでいたり、まあ、HP10% と攻撃力 10% と、はい、ちょっと白鬼ってキャラクターが虹キャラクターですが、まあ、この白鬼ってキャラクターに関しては、はい、この特典のところから日月の輝きで、まあ、カプセルでゲットすることができる副賞ちゃんになってるんで、まあ、これ1体5000円ぐらいで副賞ちゃん集めていくことができるんで、まあ、底引き2万5000円になっちゃいますが、まあ、虹の中ではまだマシな方のキャラクターで、あと物理防御貫通だとか、まあ、奥義普通に優秀なんですが、まあ、一緒に並んでる猛角ってキャラクターがさらに優秀な奥義持っていたり、まあ、長方は対人戦なんかで虹化まですると超絶優秀なキャラクターになる副賞ちゃんの一人になっているので、まあ、ここら辺優先する人が多く、宇治安も後回しにされがちと、あような今回5体ですね、全部かなり後回しにされがちな副賞ちゃんたちのラインナップになっており、逆にこういったカプセルであれば、こちらカプセル開けようとすると 20% の確率で未入手の副賞が優先的にドロップするので、持ってる副賞がいたらもちろん落ちないんですが、まあ、未入手の副賞が優先的にドロップしてくれるのはいいんですが、例えば高天下の絆115まで溜まっていて、あと5で高天下投与できるからラキスタガチャ待ってようと思ったら、うっかりこの高天下をラキスタガチャで投与する前に星願い UR ガチャ開封してしまったら、絆の溜まり具合関係なく高天下が当たってしまう可能性も 20% であるというところで、はい、未入手副賞を優先的にしてくれるんですが、絆の溜まり具合は考慮に入れられないカプセルになってますんで、まあ、逆にこういったまだみんなが全然絆溜めていないであろう優先順位が低いキャラクターで、なおかつ奥義もちょっとしたものは持ってるようなキャラクターたちが集まってる星願い UR ガチャに関してはちょっと押せるんですよね。はい、なんで今回 UR ガチャ若干ありです。まあ、ただ効果幅はそこまでどれも大きい副賞ちゃんたちにはなってないので、宇治安ちゃん以外で、まあネネに関しては外れだし、まあでももうちょっと絞り込まれてる方がいいですかね。例えば一番上上杉謙信で2番目ダッキーみたいな、もうこの2人は持ってるからあと3択になりますみたいな形で開けた方が狙いやすいと思うので、まあ私はこの時点で開けちゃうのも面白そうだなと思いますが、まあ後の判断はお任せします。はい、で最後
星願い SSR ガチャ、今回は芝居森蘭丸各氏理覚馬長となってますが、まずこの馬長ちゃんに関してですが、武将の馬長なのか弓将の馬長なのか、これだけだとよくわからないと思うので、試しに入手してみましたが、馬長ちゃん武将ですね。武将の馬長ちゃん、その上で今回の5体先ほどと同じように評価していくと、もう馬長ちゃんが今回のラインナップの中では一番おすすめ度が高い副将ちゃんですね。 S ランクで芝居が追っかけで A ランクで C ランクの各氏 D ランク理覚で、今回対象外になったのは森蘭丸ということで、まあ森蘭丸に関してはここに100カと書いてますが、こちら100カ美人の限定ガチャですね。ここのガチャラインナップに3ヶ月に1回ぐらいのペースでおそらく今後も安定供給されるキャラクターということで、まあわざわざ星の羅針盤の方で星岩石の絆使って投与する必要はないかなっていうことで、まあちょっと奥義なんかもね丸になってますが、まあここからの入手という意味では今回評価外とさせていただきました。こっちの限定ガチャに並んだ時に高級ガチャ券なんかを使って絆ちょびだめしていくのがいいのかなって思いますね。はい、その上で先ほどと同じようにこの4つの評価で見ていくと、まず新書交換ラインナップにこの1年何回並んだかに関しては理覚がめちゃくちゃ来てますね。あと各氏も2回来ており、で芝居と馬長はなかなか顔出してくれませんね。はい、この2人は、まあ、昔からいるキャラクターってのもあってレア度が高いです。まあ、ただそういうレア度が高いキャラクターは星の羅針盤の方に顔を出しやすいっていう、こちらでもそのジンクスありますね。で逆にこっちは顔出してないみたいな、まあ、なんで羅針盤目線で言うと芝居とか馬長に関してはやや評価下がるんですよね。また今後も来てくれるでしょうみたいな運営さんのみぞ知る話ですが、まあ、ただやっぱり重要になってくるのは優秀な奥義に絡んでいるかどうかっていう部分になるので、まあ、その部分が今回馬長が圧倒しており、はい、SSR 馬長防御力レベかけ50と今期値レベかけ30に SSR 3体と UR 1体で解放できると。まあ、ちょっと核とか砲塔がレアだったりして、ここの SSR 3体なかなかレアな3体なんで到達以上に難しい副将ちゃんですが、最近まあちらほら核なんかもちょうど今ここの新書交換ラインナップに顔を出してくれているし、はい、砲塔の方も2週間前の星の羅針盤ガチャに顔を出していたりと、まあ、最近ちらほら顔出てくるようになってきましたね。はい、でその下の奥義が攻撃力 6% で HP 条件 10% アップと、これまた効果幅めちゃくちゃ大きい奥義になっており、とても優秀で、でその下の防御力 9% の奥義、はい、なんかもうラキスターで取得優先順位が高い副将ちゃんと基本絡んでいたりして、まあ、今回のラインナップの中では奥義がとても優秀ですね、馬長ちゃん。はい、で追っかけで芝居が丸になってますが、はい、芝居に関しても攻撃力 4% 砲術防御貫通120と、いわゆる1体で SSR 4体で組める奥義、まあ、孔明なんかがラキスターラインナップに並ぶようになったので、これも手の届きやすい奥義に最近なりましたね。で命中と会心が上がる奥義なんかは SSR のみで解放できると、このお手軽さが評価としては高くなりますね。はい、であとは各氏ですが、はい、各氏に関しては二次キャラクター2体絡んでおり、難易度が高くおすすめできませんね。で最後理覚は奥義がなしというところで、今のところ奥義的メリットはありません。でまあスキルに関しても、まあ、理覚がバフ剥がし機能がありますが、まあ、今聖護バフの時代にはちょっとはまらないのと、馬長や芝居なんかも虚弱がつけられたり、馬長は場合によっては破壊もつけられるんですが、まあ、そこまで活躍しやすいような形にはなっていないので、まあ、今回ほぼ奥義で評価が決まったと言ってもいいぐらいですかね。この中では馬長がおすすめ度が高く、おっかけで芝居というところまでは狙いたいなっていうところで、まあ、森蘭丸各氏理覚あたりを別のところで投与してからカプセルを開ければこの2択になるんで、まあ蘭丸ちゃんは百花美人の限定ガチャから取って、各氏や理覚は百花美人の新書交換の方に割と顔を出してくれる実績があるので、まあ、今後もこの感じで出てきてくれるかは分かりませんが、まあ、このカプセル取った人はこの2体が百花美人の方に並んだら取っておいて、まあ、ここの確率を上げていくというようなことをやっていけばいいのかなと。はい、まあ、やる価値はある2体ですね。はい、で今回のランカーがゼロから放置少女やり直してみたサーバーの方では、星の羅針盤の SSR ガチャに関しては、まあ、取らないでおこうかなと思います。まあ、というのも、はい、優先度の高い芝居と馬長はもう取得済みなんで、別のところから、まあ、残り3体はそこまですぐに欲しいキャラクターではないってところで私は見送りですね。はい、というような感じで各々判断していただければと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。おっす。